はい、皆さんこんにちは、浅垣敦史でございます。7月25日ね、2時40分でございます。まったりしますよ、ほんまに。まったりしてる割にはね、せかしくせかしくね、原稿書いてるんです、私、ほんまに。昔ね、どうでしょうね、好きな文章を書いて生きてきたらどんだけ人生楽しいやろうなと思ってた時期があってですね、今それに近いんですけど、なんかしんどいわ文句言うなって言われそうですからね、好きなことやって生きてるわけですからね、上司おらへんし、原稿の依頼はね、次から次来るし、もうええやんかっていう、働けって世界ですね。はい、すいません、働きますで、日経新聞のサイトでございますね、今日の13時34分といいますから、今から約1時間前に出てきた記事でございまして、米テキサスの中国総領事館が閉鎖、知財、何これ、摂取の一大拠点、窃盗の説ですね、まあ、盗むという意味でございます。ワシントン長澤小橋、これ大変ですね、ワシントンにいながらヒューストンの取材をせなあかんと。ワシントンとヒューストンってね、どうでしょうね、札幌から福岡ぐらい離れてますよまあ別に現地に行かんでもええんでしょうかね。米南部テキサス州ヒューストンにある中国総領事館が24日夕閉鎖された。マクナーニ米大統領報道官は中国に報復措置を取らないよう要求したが、中国は対抗措置に動く方針を固めている。もうすでにあれですね、四川省成都のアメリカ領事館立ち退けというふうに言ってましたね、昨日。さてこれね、私が報道をいろいろ見てる限りにおいてはですね、21日に突然ですよ、突然ヒューストンの総領事館が閉鎖って言ってアメリカ政府が言い寄ったわけですよ。これで3日ですよ、期間3日でね、閉鎖って言われたらね、もう大変なことやんっていう、業者の機会もあるし、やっぱりこうアメリカ人に見せたら悪いもんみたいなあるでしょ。だって大使館というか領事館というのは外交官特権というか、あれ違い法権なんですね。領事館内は中国の領土なんですよ。だからそこにアメリカの警察権、司法権は及ばないわけなんですね。だから入ってこれないんですけど、閉鎖って言われたら閉鎖してですね、まあ、アメリカ側に渡さざるを得ない、渡したかどうか知りませんけど、とりあえずこう領事館業務を締めなきゃいけないわけですね。で、米メディアによると、米国が求めた期限である現地時間24日午後5時、4時頃までに中国の会員を撤収した模様だと。これ日本時間の今朝の5時だそうです。ね、向こうはまだ夕方なんでしょうね。その後間もなくですね、米政府当局者とみられる複数の人物が5階建ての建物の中に入ったってことは、アメリカ側に明け渡したということですよね。米政府高官によると、この総領事館は米国の知的財産を摂取する一大拠点だったと。まあそんなこと言うと書いてあるんです。はい、これね、まずね、中国がアメリカの要求通り3日で明け渡したと、3日でまあ撤収したということが、まあ、一つのニュースだと思います。抵抗することはできたと思うんですね。抵抗することはもう、そんな3日は無理やんな、そんなもん1年ちょうだいとか、でもそれくらいのことは言うかなと思ったんですけど、まあそれをしなかったということですね。で、そこにどういう意味があるのかというと、やっぱアメリカ側と話し合いはしてるはずなんですよ。どけって言われて、いやそんなんってなるでしょう。で、アメリカが盛んにですね、ここはスパイの拠点であると、知的財産を盗み取る拠点であるというふうに言うてるわけであって、これアメリカ側もね、相当の証拠がなければ言わないはずなんですよ。で、私が勝手な想像するにはですね、中国側にオラって証拠を出してですね、お前らこれやってたやろ、ここどけって言うたわけでしょ。でそれ見せられた中国側は、確かにバレたかみたいな感じになるわけですよね。そうしたら、
黙ってどいたらこれは公表せえへんけどとかってそういう状況出したんちゃうかな、ね、アメリカだからぐじぐじ言うやんってこれ世間にさらすわと、お前らどんだけ日本、あの日本ちゃんはアメリカ国内に悪いことしてるのかって全部バラすわこれみたいな、それくらいのことを言うたんちゃうかと。まだそういう話し合いの中にあって、この間だから3日間ありますから、初日に中国は書類を焼いたらしいんですよね、領事館の庭かなんかです。本国も交えた激しいやり取りになったと思うんです。で、まあ3日をね5日やね10日に延ばすことはできたと思うんですよ、やろうと思ったら。だってそんないきなり言われてね、機密資材運び出すだけの大変やみたいな、そうでしょ。そんなんじゃアメリカの運送会社雇うかってやっともいいけど、そこに CIA 紛れ込んでたらどうすんの、見られるやんみたいな、そういうことでしょ。そんな全部生きのかかった信用の中国政府として、中国の外務省として信用のできる輸送力をこうね、持ってしてこう撤収をしなあかんわけでしょ。そんなんね、アメリカの国内ですからね、人民解放軍呼んでくるわけにいかんのですよ。あくまでも民間業者に頼まざるを得ないわけでして、何を持ち出したか知りませんけども、この辺もっとニュースしてほしいですよね。もう24時間に基地を受けて、今トラックが2台出てきましたとかってやってほしいやん。なんでやってくれへんやろと思うんですけど、それなくちゃんとそう出てきましたよということですね。多分水面下でそういうやり取りがあって、まあ、あんまりバラされたくないことをね、やっぱりじゃあ、あんなん分かったら出ていくかなって言って出たはええけども、中国側もですね、多分自国内の生徒というところにあるですね、アメリカの領事館について何らかのこうアメリカ側に示す証拠が何かあるんでしょうね。それはあるか何か知りませんけど、そうやらざるを得ないやんな、お互い。そんなやられっぱなしっちゃいかんでしょ。それをだから出てけって今言うてるらしいんですけど、それどうするんでしょうね。この間ものすごいつばぜり合いがあったと思うんですけど、外交の、それは一切表に出てきてません。で、中国もここはですね、ことを荒立てたくないという意思が働いたということは、僕に言わせたらどっか弱気やんお前らと、弱気やね君たちっていうもっと戦わなあかんやんつって、この領事館がね、そういったね、情報収集の拠点になってるのは当たり前なんですよ。昨日も言いましたけど、な当たり前やん、そんな。要はね、それを情報収集するのにね、アメリカの国内法をきちんと守ってんのか、守ってないのかということなんですよ。あからさまだね、違法行為をやりながら情報収集してて、それにアメリカが感づいたら、それは怒らはるわ。ね、まあグレーゾーンありますよね、これ法律に違反するかどうかわからんみたいな、そういうことで大体スパイ活動で済ますんですけども、あからさまにこれやっててね、で普通はね、こいつだけ追放とかやるんですけど、領事館閉鎖ってかなり強い、なんていうか、まあ選択肢なんですね、アメリカにとっては。それをやって、しかも3日とか、3日ですよ3日ほんまに。それはね、きつすぎる、きつすぎるオーダーに対して中国は従った、従ってやっぱりやましいことあってんろみたいな、って思わざるを得ないですね。で、今後のね、注目はね、じゃあ、中国は生徒にあるアメリカの領事館閉鎖というふうに伝えられていますけど、アメリカが素直に従うかどうかですね。素直に従ったらもうお互い五分五分やんっていうことになるんですけど、アメリカ側からしたら、まあ多分自分たちよりもっとひどいことをここではやっててんのっていうことだから、こういう措置になったわけでしょ。ほんだそれを素直に中国側の言うことを従うんかなと。多分こういうのはお互い同じ条件にするんですよ。ヒューストン3日で撤収したんやからね、生徒も3日で撤収せえというふうに中国側は当然言わなあかんはずなんですよ。言うてるかどうか知りませんけどね。相互主義と言いまして、お互いなんですよ。だから、言うてるはずなんで、それ話聞いたんが昨日でしょ。そしたら今日で2日目、だ明日。明後日でしょうね。明後日、月曜日あたりに撤収してるかどうかということですね。まあしかしこれはですね、この何度も言いますけど、世界史が変わる転換点って今言ってますけど、のかなりこう重要な事件になると思います。
まあこの後もっとひどいことが起こるかもわかりませんけども、まあ今のところえみたいなそういう事件ですね。で、もうちょっと粘るんかなと、それこそね警察に取り囲まれて、外交官車両で出ていくぐらいのところまでやんのかなと思ったんですけど、あっさりと閉館。いやー、絶対裏に何かあるわと、そういう話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。